お、いい色になってます。うわ、美味しそう。皆さん、いつも YouTube を見てくださってどうもありがとうございます。今日は新玉ねぎの美味しい季節になったので、新玉ねぎのステーキを作りたいと思います。なんか新玉ねぎっていうとサラダとかやっぱり生で食べるのが美味しいような気がするんだけど、これ一品料理としてメインのおかずとしてもうすっごい成り立つものなので、ぜひ皆さん簡単ですし最後まで見てください。では材料紹介したいと思います。まずは、新玉ねぎのステーキなんで、新玉ねぎ一玉ですね。一玉ね、綺麗、まあもう市場に出てますからね。それと玉ねぎを焼く時の小麦粉、これは薄力粉です。これも適量、最後にまぶしますから、その分量ぐらいでいいです。そんなたくさんなくて大丈夫です。それとオリーブオイル、焼くときに使いますが、サラダ油でも大丈夫です。と、焼肉のタレ、これは甘口でも辛口でもご自分のお宅にある焼肉のタレでこれも大丈夫です。これは大さじ2杯、それとマヨネーズが大さじ1杯、あとは一味唐辛子適量です。一味じゃなくて七味でもいいですし、なくても大丈夫です。では調理始めたいと思います。まずはじめに、バットの中にこの薄力粉巻いておいてください。はい、ここで広げておいてください。次は新玉ねぎいきます。まずはじめに、真ん中から包丁を入れます。半分に、はい、真っ二つ。端っこからスライスしていくと大きさが変わっちゃうでしょ。そうすると今度焼いてる時になんか焼きムラがねできちゃうので、そしてこの半分に割ったものをまたさらに同じぐらいに均等に半分にします。こうすることで大きさがおおよそ均等になりますから、こちらもまた半分にします。はい、はい、切りました。そして薄力粉の上に乗せます。はい、これで包丁とまな板はもう使わないので片付けてください。でこの、薄力粉でね、このままくるくるくるっとやってあげてください。途中ね、これ玉ねぎがねこう外れる時があるの、外れても大丈夫、元に戻してください。上も下も両方ねきちんとねつけてねくださいね。はい、はい、これをこれからフライパンで焼いていきたいと思います。それでは調理していきます。調理していきますっても焼くだけなんだけどね、火力は中火です。フライパンが温まってきたのでここでオリーブオイルを入れます。薄力粉がついてるので、結構ねすぐにすっちゃうのよ。なので、今日はオリーブオイルにしたんだけどね、少し多めにした方がいいので、はい、こんな風に少し多めです。玉ねぎ入れていきます。余分なお粉は落としてください。玉ねぎを焼いてる暇にお皿とあとは、付け添えのレタスとかをね、用意してください。はい、こんな感じでもうこれだけで十分です。余計なものがあるとね、後でこの新玉ねぎの邪魔になってしまうので、私はもうレタスを敷くだけにしました。あのね、これね、下手にこうやってひっくり返そうとすると、せっかくその薄力粉でコーティングしてる それがこうそげちゃったりとかするでしょ。みんな失敗したことあると思うので、少ししばらくの間放っておいてください。それの方が綺麗に焼けるんでね。はい、じゃあそろそろひっくり返してみたいと思います。お、いい色になってます。これ外れても大丈夫、元に戻る。はい、結構きちんと。はい、よし、いいよ。はい、はい、もうだいたい焼き色がついたのでここでもう揚げてしまいます。なぜかと言ったら、揚げた後も自分の余熱で、柔らかくなっていくので、やっぱりこのシャキシャキもね、玉ねぎのね、この新玉ねぎの美味しさでもあるので、もうこの辺で揚げていきたいと思います。ここで火を止めます。いきますよ。はい、まずは大きい方とこんな風になってます。こんな風にお皿に盛り付けました。そしてこの今フライパンにあるオリーブオイルと、小麦粉があるので、ここにマヨネーズ、火はつけてません。はい、ここで溶かしていきます。もうあっという間にこのオリーブオイルのねあれでね溶けるので。焼肉のタレ、これも火止めたままです。フライパンに残ってるその余熱で
十分です。はい、混ぜて今こんな感じです。ちょっとマヨネーズが溶けきってないなとかって見えますけど、もうそれもそれで全然大丈夫です。はい、そしたらここにステーキソースをかけていきたいと思います。うわー、おいしそう。そして最後に色味を良くするために、あとは私はちょっと辛いのがね好きなので一味をパッとかけました。はい、これで新玉ねぎのステーキ完成です。簡単でしょ。ではいただきたいと思います。それでは新玉ねぎのステーキいただきます。わあ、ちょっと本当こんなナイフとフォークなんか持っちゃってステーキっぽいでしょ。柔らかい。もうあっという間にね、もう余熱でどんどん柔らかくなるから少し硬いぐらいでもいいかもしれない。いただきます。美味しそう。すごく甘くて美味しいよ。粉をまぶしたからちょっととろみのあるねステーキソースになって、これもすごく美味しい。普通にお肉を買ってきて、でお肉焼いた後にもし玉ねぎをね、この今日は新玉ねぎのステーキなんだけど、スライスしてこのタレで、ね、炒めたやつを上にお肉の上にたっぷり乗せても美味しいかもよ。旬の野菜は美味しい。玉ねぎがちょっと苦手だっていう人も全然いけると思う。だって火を通したことですっごい甘くなってるから、ぜひ皆さんこれね簡単なので新玉ねぎ買ってきて作ってみてください。チャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。ありがとうございました。